ごきげんよう、柴田理恵留です。今回もドクターご指導のもと、科学的根拠に基づいたおすすめをしてまいりますので、ぜひ参考にされてください。暑い夏、紫外線や免疫力を上げたくてビタミン C 取りたくなりますよね。ビタミン C といえば果物。今日は果物の取り方についてご紹介したいと思います。果物は食後のデザートとして取るイメージが強いですが、実は食前に取る方がフルーツの栄養素をしっかり吸収できるのでおすすめなんです。食後は体脂肪として体に蓄積されやすいので注意しましょう。満腹時に摂ると消化するまでに時間がかかるので腹痛の原因になるので、食後に摂るのはなるべく避けた方がいいんです。果物に含まれている果糖は吸収が早い、すぐエネルギーに変えることができるので、活動源となる朝食に摂るのが最適と言えます。果物は酵素を豊富に含むため、わずか20分から40分程度で腸まで届きます。特にキウイ、バナナ、リンゴ、パイナップル、イチゴに多く酵素が含まれていますが、加熱処理されているものは酵素の動きが止まっているかもしれないので、フレッシュなものがおすすめです。以前スイカについてご紹介した回がありますが、スイカは1日の食事のうち1食をスイカに置き換えるとダイエットにおすすめと言えます。スイカは約 90% が水分、残りの 10% はダイエット効果を発揮するアミノ酸であり、体内脂肪の燃焼につながるシトルリン、そしてシミそばかすを予防するシスペイン、脂肪をつきにくくする働きをするイノシトール、糖質を分解するマンノシターゼ、老化防止のリコピン、むくみ知らずの体を維持するカリウムも含まれています。なのでスイカはこの夏に最強です。スイカダイエットとしてさらに効果的にする食べ方は、きな粉と一緒に食べるんです。スイカに含まれるシトルリンときな粉に含まれる成分アルギニンが体内で一酸化炭素を作り、血行を促進して代謝をアップさせるので、より痩せやすい体を作ります。この食べ方も夕食時に食べるのがおすすめです。食物繊維が豊富でデトックス効果が期待されますが、一つ注意、あまり食べ過ぎてしまうとお腹を壊したり体を冷やしすぎてしまうので気をつけてくださいね。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とベルのマークを押していただくと見逃すことがございませんので、ぜひよろしくお願いいたします。